私は自分をダメだと思ってしまうのは、自分をダメだと思ってしまう判断基準を使っているからだということを知っています。私は自分で自分をダメだと評価するから苦しくなるということを知っています。私は自分の価値を測る基準を自分で決めることができるということを知っています。私は自分を高く評価できる判断基準を使います。私は自分が得意なことを伸ばして自分を高く評価します。私は苦手な分野で頑張るより得意な分野で頑張ることを選びます。私は自分を幸せにしたいと思っている自分を高く評価します。私は自分を高く評価するために他人より優れている必要はないということを知っています。私は昨日の自分より一歩でも前に進むことができた自分を高く評価します。私はみんなと同じことができなくても自分を幸せにできる自分を高く評価します。